シャビにサッカーと人間性を学んでいる。パウロ・ベント監督率いる男子サッカー、韓国代表は9日、ハ・シュ n f フスイで練習を行った。パナマ、ウルグアイとの2連戦を控え、全代表メンバーが合流した。MF の核心的存在であるチョン・ウヨンは、トップクラスのチリはプレッシャーとスピードの強度がワールドカップ並みだ。 ウルグアイはさらに強いと思う。だが、ホーム試合であり、ファンにいい試合を見せたいと意気込みを語った。キマコとイサオのパートナーでもあり、カタールスターズリーグでプレーするチョンウヨンは熾烈な主戦競争を繰り広げている。スペインのラリーガで活躍していたシャビア・ガブリエル・フェルナンデス・アレナスと共にプレーしているチョンウヨンは代表でも受ける期待は大きい。 カタール生活について彼は、韓国と離れているが、サッカーは大きな違いがない。天気などの生活面では多くを学んでいる。大きな困難はない状況としながら、シャビとガブリエルを通して多くを学んでいる。特にシャビの場合はサッカーだけでなく、人間的な部分でも学んでいる。 本当に優れた選手だと思うと説明した。ウルグアイとの勝負についてチョンウヨンは、攻撃だけでなく守備にも優れているとしながら、ディエゴ・ゴディンら守備的に優れた選手が多い。守備を重点的に固めた後、速い速攻を展開しなければならない。エディンソンカバーニの場合もフォーバックがまず対決し、 僕が力を添えなければならないと答えた。